アルテラの軍勢とはここで決着をつける。敵はここぞとばかりにトップサーバントを投入してくるだろう。要はアルテラと一騎打ちをするゆえ、敵将の相手はキコーラに任せる。頼むぞ、アーチャー、ランサー、アサシン先生。この戦い、キコーラの活躍にかかっている。ああ、それは構わないが、セイバー、アルキメデスはどこに？軍事殿か？血と忘れ物があると席を外している。ま、すぐに戻るであろう。それよりアーチャー、貴様どうも世に隠し事をしていないか？素振りがいつも落ち着いているというか、何か見透かしているような、見守っているような、立ち位置が妙に怪しい。保護者か？貴様、世と奏者のお父さん的な何かなのか？そこはお兄さん的な何かと言ってほしいな。いや、失礼、柄にもなく取り乱してしまったな。だがセイバー、今は決戦の時だ。よもやま話はこの戦いが終わった後にしよう。うむ、もっともだ。赤い街灯の狩人よ、これは勝利の楽しみが一つ増えたな。行くぞ、一騎当選の英傑たちよ。全てはこの戦いにあり、我らに勝利を。相変わらず感の鋭い皇帝陛下だ。大雑把のようでいて肝心なことは見逃さない。彼女とマスターであれば手助けは必要ないだろう。私は自分の役割に専念するとしようか。まずはこの戦い。敵のレジオマトリクスが完成まで、これ以上進行されるとこちらの負けだぞ。さて戦の時だ。先陣は貴様が出るか、破壊の大門よ。ご了見。懲りずにトラップ。マスター連合ドレース今の従来だ。仕掛けてきたんだ。守りに入って不利になるぞ。ある程度受けたくてもかなわぬ。高ランクのセクターを優先して落とす。知らせを持って帰るぜ。制圧できた。次に進む。ドレース、イマジュライア。ヨードの制圧、お疲れさん。おう、では第二陣と行こう。重装歩兵隊、世の前に力を示せ。包囲戦を展開する。良いな、第三陣の配置も進めておけ。おお、気持ちよく終わったぜ。そっちの調子はどうだい？邪魔だ。どいてよ。これ以上敵が増えると手が回らなくなる。セクター制圧を急ぐのだ。懲りずにトラップ。マスター連合ライダー。結構渋滞解消だ。来るぞ、コードキャストを使え。どうしよう、なかなかのお手前で。この夢いつ覚めるのか。なかなかのお手前で。ですが騎士の誇りにかけて守り抜きます。責任を生きる。よく駆けつけてくれました。共に戦いましょう。ただの名無しだよ。貴
正規のサーバントではないということだ。敵も手強いですね。こちらも気合を入れましょう。500体撃破とは見事な戦いぶりです。満足。戦闘我が腰はねじれ嬉しい。体が行くぞ。急ぐとし干渉バランス断ち切る。観念しろ。戦隊討伐やるじゃねえか。帰ったら土産話を聞かせてもらうぜ。ついてこれだ。ドレスイマージュライダー結構重点化してる。食らいつけブンディング。はっ、逃がさん。王に歯向かう不敬者がここまで多いとはな。
すぐに出すぞ。抜かるなよ。行くぞ。制圧できたな。次に進もう。行くぞ。楽でいいな。プラントか。やらない。まずは奴から倒しよう。広がりましたね。一気に攻め込みましょう。おお、かかってきな。冒険の異名は伊達じゃねえぞ。おお、世話が立てちまったな。ここから切り返すぜ。ウンディング逃がさん、突き破り責任を生き、火の鳥顔急ぐとし、足元が詰まっている。ドレス今の従来だ。
それでこそ色も地面の死骸がある。やっと敵将が姿を見せたか。迎え撃つがよい、アーチャー。渋滞解消だ。死を示すがいい。貴様が子供の敵将か。倒しがいがあるではないか。どういう風情か。よく数を出す前に仕留めさせてもらおう。制圧せよ。次に進もう。よくやったアーチャー。その調子で頼むぞ。せい、置いていろ。解消だ。おい、食らいつけ。ブルーディング制圧できたな。次に進もう。よい、遠征で収めるべき箇所は全て収めた。あとは始めましょう。逃がしません。風よ、荒れ狂え。僕が行く。
このガウェイン獲得しました。我が腰はねじる。やってくれる。急ぐとしよう。なかなかやります。こちらは相応の力で応えます。やります。責任を受け、火の了見。聖剣仕事を詰まっていく。解消だ。ここまでですか。無念です。さすがの活躍だった。私も鼻が高い。魔術師としてはともかく、マスターとして君は信頼に値する。これからも力になろう。いいものを見せてもらったぞ。貴様の人となりがいまいち読めん。わしのような狂犬を重宝する者には見えぬが、物好きな娘だ。よくやってないが肝は据わっている。うん、貴様がマスターであれば良い丘越えができそうだ。予想以上の成果を出したか。よし、約束通り飴をやろう。不思議と懐かしい感覚よな。近くにいることは許そうではないか。